たまには将棋でも指してみるか。いいですよね。指している中で心が研ぎ澄まされるっていうか、思考がクリアになって心の奥底が開く感じがするんです。ほう、なかなか深いことを言うじゃねえか。対局を通じて自分との対話っていうのかな。あ、暖房スイッチ切ったっけ、光熱費払ったっけ。もう一人の自分にいつもそんなことを問いかけるんです。随分と生活感のある対話してるんだな。というか全然将棋関係ねえじゃねえか。よし、